隠れキリシタン。隠れキリシタンは、日本の江戸時代に、江戸幕府が近教令を布告して、キリスト教を弾圧した後も、密かに信仰を続けた信者である。以下の二つに分けられるが、一般に両者を区別せずに呼ぶ。あえて両者を区別する場合、一は、潜伏キリシタン、二は、隠れキリシタン、すべてカタカナで、表記と呼ぶ。日本では、 1549年にフランシスコザビエルが来日して以降キリスト教の布教が行われて次第に改修するもの、キリシタンが増えていった。しかし江戸時代には1614年に徳川家康による禁教令によってキリスト教信仰は禁止されさらに1637年に起きた島原の乱の前後からは幕府による徹底したキリスト教禁止。 キリシタン取締りが行われた。当時のカトリック神徒、キリシタンやその子孫は、表向きは仏教徒として振る舞うことを余儀なくされ、また1644年以降は国内にカトリックの司祭が一人もいない状況ながらも、密かにキリスト教の信仰を捨てずに代々伝えていった。これを潜伏キリシタンと呼ぶ。全服キリシタンは、 ごく小さな集落単位で秘密組織を作って密かに、祈祷文、オラショを唱えて、祈りを続け、地母観音像を、聖母マリアに見立てたり、今日、それらの観音像は、マリア観音と呼ばれる、製造聖画聖やメダイ、ロザリオ、クルス、十字架などの聖具を秘蔵して、何度神として祀ったり、キリスト教伝来当時に習ったやり方で馬太子に、洗礼を授けるなどして、信仰を守り続けた。 これらの信仰の形式は地方によって異なる。潜伏キリシタンは、当初は国内広く潜伏していたとされるが、多くの土地ではすぐに途絶えていったとみられる。しかし、長崎県をはじめ熊本県の天草など九州の一部では、キリスト教伝来当時から継続的に宣教師の指導を受けた信仰が広く浸透していたことから、幕末まで多くの信仰組織が存続していた。 幕末の開国後の1865年、慶応元年、長崎の大浦天使堂を、浦上、現、長崎市、浦上在住の信者が訪ねてきたこと、神徒発見と呼ばれるから、潜伏キリシタンの存在が国内外で知られるよう、なった。その後、浦上の他にも長崎県の外海や古島などでも、信仰を表明する者が多数現れた。しかし、 キリスト教はいまだ近況であったため、信仰を表明した信者は、東国や拷問によって、帰教を迫られ、あるいは全国に配慮されるなどの大規模な弾圧に、あった。大政奉還後も、明治政府は、江戸幕府からの政策を継承する形で考察により、近況令を継続し、信徒への激しい弾圧は続いた。 明治政府の国際法に反する政策は諸外国の非難、批判を招いたため、八百七十三年、明治六年までに制度としての考察は廃止され、結果として、キリスト教が黙認されることで、江戸幕府以来のキリシタン禁教令が事実上廃止された。それ以降は、キリスト教信者ということだけで重罪に処されることが、なくなり、再選挙のために来日したパリ外国。 宣教会などによって一部を除く多くのキリシタンたちがキリスト教信仰を表明しカトリック教会の信仰に復帰した。現在では日本国憲法第19条及び日本国憲法第20条により法的にも信教の自由が保障されているため定義上潜伏キリシタンは現存しない。江戸時代潜伏していたキリシタンたちは200年以上もの 愛出し祭などの指導を受けることなく自分たちだけで信仰を伝えていったため、長い年月の中でキリスト教の教義などの信仰理解が失われてき、仏教や神道、民族信仰などとも結びついたり、あるいは地元の殉教者に対する尊誠を精神的なよりどころとしつつ、キリシタン信仰当時の聖具からなるご身体や殉教者が没した聖地などを主要な信仰対象と、 するものに変化していった。このため、明治時代以降に、キリスト教の信仰が解禁されて、再びカトリックの宣教がなされても、地域によっては、半数以上のキリシタンは、改修に応じなかった。その後も、独自の信仰様式を継承している人たちが、長崎県の一部地域に現在でも存在する。現地では、小キリシタン、旧キリシタン、元町などと呼んでいるが、 学術的には、これを、隠れキリシタン、すべてカタカナ表記と呼ぶ。隠れキリシタンの研究者である、宮崎健太郎、長崎純真大学教授は、次のように定義している。これまでの研究、調査によると、大正から昭和30年代の頃には、約2万人から3万人弱の、隠れキリシタンの信徒がいたと推計されているが、近年、過疎や高齢化による後継者不足。 生活様式の世俗化などによってその数は急激に減少している。少数ながら昭和以降にカトリックに復帰した集落があったり、結婚などを機に個人、家族単位でカトリックになった人もいるが、それよりも多くの人がキリシタンの信仰をやめて仏教や神道だけになっている。地域によっては明治以降カトリックに復帰せず、教会との接触を嫌ったことや、 近年の世俗化によって、さらなる信仰規迫化や変容が進んで、元々のキリスト教からほど遠いものになってしまった。例もあり、集落の信仰伝承が途絶える、原因の一つになっているとも考えられている。最近まで伝承が継続されている地域としては、長崎県の長崎市外目地区、旧西園義軍外目町や五島列島、さらに、平戸市の平戸島や行月きき島、 旧北松浦郡行きつき町などの地域が挙げられ、世界文化遺産、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の構成資産も、これらの地域に集中している。長崎市外目地区、及び隣接する旧三重村の樫山、現、長崎市、樫山町などは、江戸時代から多くの潜伏キリシタン組織が継承されてきた地域で、 その後カトリックに復帰した者も多かったが、今も旧外目町の黒崎、鉄には隠れキリシタンの組織が残っている。このうち黒崎には隠れキリシタンの神社、枯松神社があり、三次湾様を祀っている。黒崎の潜伏キリシタンは明治になってカトリックに復帰した者、隠れキリシタンをかくまった天福寺、長崎市、柏山町。 仏教総統集の断下に止まった者、隠れ切り師担として、先祖の信仰を維持した者とに分かれ、三者の間で、互いに、わだかまりが残っていた。1998年、平成10年にこの地のカトリック、黒崎教会に、主任司祭として赴任した、のしたちとし父はこれを憂慮し、三者が心を寄せ合う、場として彼松神社で共に集い、 信仰を守り抜いた先祖を慰霊する祭りを実施するよう呼びかけ、2000年に3社の協力による枯れ松神社祭が行われ、現在も毎年行われている。五島列島では隠れキリシタンの組織は大半がすでに解散してしまい、信仰の道具の一部が福江島の銅座機転主道、キリシタン資料館に収蔵されているが、今も福江島や鳴島、及び中通り島、 旧南松浦郡若松町にわずかに組織が残っていて信仰が受け継がれている。平戸島では、隠れキリシタンの集落単位の信仰組織はすべて解散、消滅してしまったが、地元の殉教者、殉教地は今も大切に崇められていて、カトリック教会と合同で慰霊祭が継続して行われている地区もある。また、代々信仰の対象となってきた聖が、 西具などの一部が平戸市キリシタン資料館に収蔵されているほか、今も各家庭で聖画等を保管して個人的に信仰を受け継ぐ信者もいる。そして行きつき島では現在最も多く隠れキリシタンの組織が残っており、独自の信仰行事が今も伝承されている。平戸市行きつき町博物館、島の館には、 行き着き島の隠れキリシタンが信仰の対象としてきた南度紙の一部が展示されているほか、隠れキリシタンの人たちによるオーラ書が CD に収録されて出版もされている。隠れキリシタンが未だカトリックに復帰しない理由については、様々な要因が考えられているが、主なものとしては、などが挙げられている。カムフラージュであったはずの仏教や神道の信仰が強くなって、 キリスト教の信仰理解が失われてしまい、隠れキリシタンにとって大切なのは、先祖が伝えてきたキリスト教起源の祈りや行事を、本来のキリスト教の意味は理解できなくなってしまっても、それを絶やすことなく継承していくことであって、それが先祖に対する子孫としての務めと考えられている。また、明治初期のカトリック教会による宣教の際には、 前述の裏上4番崩れなど直前にあった激しい迫害や差別を恐れたり、当時のカトリックの教義が厳格であったため容易に戻っていけなかったことなども理由として考えられている。そして現代においてはカトリックと隠れキリシタンの間での認識の違いも生じていて、カトリック教会、信者の側は隠れキリシタンもカトリックと同じ信仰だと見なしているが、 隠れキリシタンの人たちは、カトリックとは違うと意識している例が見られる。あるいは、現代日本において、仏教や神道でも見られるように、強い信仰心が失われて単なる伝統として、宗教を受け継いでいるに過ぎず、隠れキリシタンもまたその例外ではなく、それゆえにあえてカトリックに復帰する、必要性を感じないというケースも見られる。ただ、前述の外見地区のように、 同じ地域や集落の中で同じ信仰を受け継いでいてもカトリックに復帰した者と隠れに泊まった者が混在している例は多く、またそもそも信仰心は個人の内面の問題であって当然ながら他人からは伺い知れないものであり、一概に明確な理由を出すことは困難である。一部の隠れキリシタンの神話では アダムとイブが禁断の果実を食べた後神に許しをこうと、神はこれを聞き届けてしまうというものがある。旧約聖書の義の神とは明らかに異質なものとなり、西方キリスト教、ラテン教会の中核とも言うべき現在の観念が消滅している。2014年1月15日の一般栄見演説でフランシスコ教皇は、 日本のキリスト教共同体は17世紀の初めに、聖職者は追放され一人の死祭も残らず、共同体は、非合法状態へと退き、密かに信仰と祈りを守りました。約250年後に宣教師が日本に戻り、数万人のキリスト信者が、公の場に出て、教会は再び栄えることができました。このことは偉大です。日本のキリスト教共同体は、 隠れていたにもかかわらず、強い共同体的精神を保ちました。彼らは孤立し、隠れていましたが、常に神の民の一員でした。私たちはこの歴史から多くのことを学ぶことができるのですと公式コメントを、声明。これを受け、バチカンのローマ教皇庁は、隠れキリシタンを古いキリスト教徒であり、キリスト教徒とみなさない理由はないとし、 朝日新聞2014年3月26日、信教の自由、文化的自由を認め、キリスト教の裾野の広さ、寛容さや多様性を示そうとした。隠れキリシタン、潜伏キリシタン、隠れキリシタン、いずれも、の一般的な英訳は、ヒドン・クリスチャンスになる。これは、明治期の来日宣教師が、本国やバチカンへ送った書簡に見られるもので、 長崎の教会軍とキリスト教関連遺産として世界遺産を目指す活動の中でユネスコ世界遺産センターへ提出した推薦書や関係史跡での英語解説にも用いられている。ハイドには隠れる、潜伏する、秘めた、人知れずといった意味があり、自らの意志による積極性と追い詰められやむなくの消極的な意味合い法に解釈でき、 微妙なニュアンスが伝わりにくいともされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。